皆さんこんにちは、松本明弘です。松本牧師の YouTube 聖書講座ご覧になってくださり、またチャンネル登録してくださって本当にありがとうございます。先日3000名記念の動画をアップさせていただきました。1000名の時は質問コーナー、2000名の時も質問コーナー、これは3回に分けてお答えしましたけれども、4000名の時にどうしようかというふうに今考えております。十数年前のことでしょうか。私がジャカルタにいた時に、バリ島に支援に行った時にですね、当時3、4歳の可愛らしい女の子がお母さんに連れられて家庭集会に来て、松本先生に質問あるんでしょって言われて、恥ずかしそうに質問してくれたんですね。その内容は、神様って寝るの?っていう質問でした。とても可愛らしくて今もよく覚えています。その子ももう高校生になりました。ということで、今回は質問コーナーは質問コーナーでも18歳以下に限定した質問コーナーを行えたらいいかなというふうに考えました。ここで皆さんに、この松本牧師の YouTube 聖書講座をご覧になっておられる視聴者の方々の層の分析をですね、お分かちしたいと思います。まず男女比ですが、ちょうど半々見てくださっています。次に年齢ですけれども、13歳から17歳までが 4.8%、 18歳から24歳までが 11.1%、25歳から34歳までが 9.3%、 35歳から44歳までが 13.6%、 45歳から54歳までが 19%、 55歳から64歳までが 18.8%、 65歳以上が 23.4% という内容ですね。始まったばかりの頃はですね、65歳以上の方々が大半だったんです。でも今は若い方々もご覧になってくださり、とても嬉しいなと思います。次に、どこの国で視聴しておられるかということですが、やはり日本が圧倒的に多くて 84.7%、 次がアメリカで 4.1%、 次がシンガポールで 2.0%、 次がブラジルで 1.0%、 次がインドネシアで 0.9%。時々夜中に私が寝ている間にチャンネル登録数が増えているのを朝確認して、あ、きっとヨーロッパとかアメリカなんかで登録してくださっている方が多いのかなと思ったんですが、これを見るとやはり日本なんですね。夜型の方が多いのかなというふうに思います。ということで、先ほどの年齢の分析を見ますと、18歳以下の方で見ている人たちは 5% ぐらいですから、これをご覧になっておられる皆さんがご自分のお子さんとかお孫さんとかに聞いていただけると、またはお知り合いのお子さんに聞いていただけると嬉しいなと思います。もしそういう18歳以下の方々からの質問があったらお寄せください。集まりましたら18歳以下の方々の質問コーナーを行いたいと思います。それではまた次回の YouTube 聖書講座でお会いしたいと思います。ありがとうございました。